2023年の早稲田の問題を説明します。分子量が A である油脂 427g に水酸化カリウム水溶液を加えて加熱し完全に喧嘩したと。デパルミチン酸とピクロン酸がのカリウム塩と B が生じたと。この時必要な水酸化カリウムは 1.5mol であった。この油脂 427g に水素を反応させると飽和脂肪酸のみからなる油脂を得たと。反応した水素の物質量は何モルかと。まず427やけど、これ油脂は CH2CAAO のこうか、ここが R1 としたら CHO の CO の R1 で CH2 の O の CO の R2 か、2種類の、カーボン酸が得られてるな。で、427g だと、この B は、これはエチレングリコールか、エチレングリコールじゃグリセリンやな、B はグリセリンと。で、これが、必要な KOH は 1.5mol であったと。これ 0.5mol やな。これが、ね、3倍の KOH で、ね、じゃあ反応してグリセリンがあったやな、CHOH、CH2OH。グリセリンが得られる。で、R1COH が2つと R2COH が1つできると。で、これが 0.5mol だから、この KOH は 1.5mol 必要。だからこの分子量は、分子量が倍の854ってことやな。で、これが854になるのはリノール酸と、パルミチン酸やけど、これは、何個生じるかというのを計算したいな。で、計算していくとね、これは、この計算していくと、パルミチン酸 C15H31COH が1つと、C17H31COH が2つ入っていると。というのが分かるんですね、この分子量からね。で、この油脂 427g に水素を反応させると。これ、ここには、二重結合が2つ入っているので、それが2つあるな、4つあるな、4つ。だから 0.5mol やとしたら、H2 は 2mol やな、2mol 反応すると。あれ H2 は 2mol な、もう1個なんでしょうか、 2mol。 ここ、0.5mol やったら、こっち、ここに二重結合が2つ、2つ、4つ、だから 2mol。 はい、終わりです。